隣のラスカルさん、アマテラスゴキブリが日をくださった気がします。あ、晴れてね、うん、その時、はい。リアルフィッシャーマンさん、式典の時間だけ天候回復してて天に選ばれてる感じがした。うん、いや今日もスメラギヤサカと、午前中、はい、午後まあ何時かまではちゃんと晴れてたじゃないですか、はい、で僕出かけようかなと思ったら普通に雨降ってましたね。まあ、いや僕が出かけるというかこの生放送に出かける日の今日も雨ですからね。今日も雨ですからね。はい、でこの間、まあ、要は水間さんをお呼びした日があるんですよ、はい、あの水間さん夜出演させていただくのもちょっと気の毒だったので、はい、うん、昼間に録画しましょうって時もちらっと降ったりしましたよね。なんだよと。ここでも刻んでくるかと。きっちり刻んでくるかと。はい。また打率を上げてしまった。そう。じゃあまず最初は当然これですね。はい、新天皇陛下、国民に寄り添い、象徴の責務を果たす。はい、初のお言葉ということで、はい、毎日新聞の記事なんですが、はい、新天皇陛下、は1日午前、はい、皇居で、うん、まあ、儀式に臨まれたと、はい。で、初めてのお言葉で自己研鑽に励むとともに、常に国民を思い寄り添いながら憲法にのっとり象徴としての責務を果たす、まあ、このように述べたわけですね、はい、もう本当に怒涛のようですよね、うん、昨日のその、まあ、上位から、はい、今日の新天皇即位までのこの1日っていうのは、はい、まあ、今ネットが発達してますから、はい、あのツイッターのトレンドとかに上がって、はい、その儀式 の, その様子とかが、はい、中継されていたりしていましたし、はい、かなり多くの人がその様子に触れたんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、思いますね。やっぱりこうお祝いムードというか、はい、そういうのがありつつ、ね、まあ、変にこう反対してる人っていうのはネット上ではそこまで見受けられなかったかなと、そうですね、思いますし、これは、まあ、日本が世界に誇るコンテンツというかね、うん、そうですね、世界も注目してましたし、うん、日本が こ, うここまでね、うん、日本独自のことで注目されるっていうのは、はい、やっぱ日本が唯一持ってる、うん、しかも一番大きなね、はい、あのコンテンツというか、そうですね、はい、遡れるだけでも1300年ぐらいいますからね。そうそんな長いのあるっていう、はい、そう、文字がない時代でさらに何百年もあるわけですからね、うん、はい、まあ、主催者発表1000年ぐらいあるという、はい、そうですね、主催者発表だともう2600年レベルのもう長さになってますし、はい、すさまじいですね、この日本の神話から続いてるわけですからね、はい、はい、でこの新天皇即位なんですが、はい、天皇陛下は59歳2ヶ月で即位されたと、はい、でこれは歴代2番目の高齢即位だというのを読売新聞が、はい、伝えていまして、ね、はい、生年月日の記録が残る8世紀後半以降の天皇では2番目に高齢での即位となると、うん、歴代天皇年号辞典を編集した、米田雄介、神戸女子大名誉教授によると、奈良時代の49代後任天皇以降は数人の天皇を除いて生年月日まで記録が残り満年齢がわかる。即位時の最高齢は後任天皇の60歳11ヶ月。3番目は平成の天皇陛下で55歳。4番目に平安時代の孝行天皇の54歳が続くと、はい、で明治以降は明治天皇14歳、大正天皇32歳、うん、昭和天皇25歳と、はい、比較的若い年齢での即位が、続いたということも記されていますね、はい、うん、そうですね、でこの14歳で即位ってえげつないですね。いや、もう明治天皇、明治天皇、ね、14歳で即位って、でも悠仁親王がもうなってるなるみたいな感じですもんね、はい、そうですね、はい、いやこれは凄まじいですよ、はい、で59歳っていうのは、うん、まあ一般的に考えると、うん、まあちょっと大変不敬な話ですけど、はい、定年ぐらいの年齢じゃないですか。そうですね、うん、はい、会社勤めしてる人だったら、はい、もうそろそろリタイアして、はい、もう第二の人生というような年齢なんですが、はい、まあ、ここから国民統合の象徴として、はい、即位されて天皇だという話なの で、はい、でね、本当にもう恐れ多いというか、はい、もう国民からするとまあ感謝しかないですよね。そうですね、うん、もうここまでずっとね、うん、このご年齢までお仕事をされてっていうのも、はい、含めてですね、本当に、はい、うん、いや本当に歴史的な瞬間に今我々はいるんだなと、そうですね、はい、はい、いうのを思いますね。ただあのお祝いはいいと思うんですけど、はい、なんか間違った方向に行ってる人も中にはいるのかなというのが、はい、次なんですが、はい、大阪の道頓堀海原ダイブ男性が遊覧船に落下激突と、はい、これ
なんでこの大阪道頓堀といえばこれですよね。日本サッカー代表とかね、そういった何かやるためにもダイブですよ。はい、はいはい、これデイリースポーツ、はい、5月1日午前0時に元号が平成から令和に切り替わった。大阪南の恵比寿橋周辺には雨の中大勢の群衆が集まり、集団で橋の上で、飛び跳ねたことで橋が揺れ、開園後には道頓堀川のダイブが始まった、また関係者によると午後8時頃にも道頓堀川に一人が飛び込み、川を通行していた船の上に落ちた。ネット上にはその件と見られる動画が投稿され、恵比寿橋の上から平成ありがとうと叫びながら男性が川に飛び込んだところ、橋の下を通行してきた船の先頭部分に落下し、激しい落下音が響き悲鳴が起こったと。どうなったんだこれ。頭打ったら死ぬよ。死にますよ。まあ、だからなんかもうこの人令和に拒否された男ですよね。本当にね、ありがとうっつって飛び込んで次の時代に向かったのに船に激突しちゃうなんて、でもそのタイミングで来るっていうのも相当な確率ですよね。そうそうそう、ある意味ついてるのかなといえば確かにね、ついてるのかもしれないし、船が走ってるっていうのをちょっと確認しろやっていうぐらい、そうですね、飛び込む前にね、でも逆こう見えない死角から入ったからね、来たからしょうがないんでしょうけど、ちょっと船もねちょっと音出さないとダメですね、汽笛を鳴らすっていうか。いや本当ですよ、いやでも本当に不幸中の幸いで、そこまで大きなものに、まあそうですね、大事に至らなくてみたいです、ね、まあ、それが不幸中の幸いかなと、はい、で午前0時を過ぎると、恵比寿橋や周辺の橋からダイブが始まったと、はい、少なくとも3人が飛び込んだ。いや阪神も優勝してないのに、そうですね、まだ寒いですけどね。そうですよね。まあ僕は、飛び込んでもいいんじゃないのっていうか、ちょっと寛容になってほしいなと、ただ迷惑は迷惑だと思うし、これがね心臓麻痺とか起こしたりとかすると、そうですね、もう本当に人に迷惑かけるんで、やめてほしいなとは思うんですけど、はい、まあこういったバカをするやつを許すっていう空気も欲しいなと。まあそれもやっぱりこう、はい、わびさびというか、わびさびだいぶという、はい、まあ渋谷もね、はい、相当盛り上がったみたいですし、それに渋谷の交差点の盛り上がりに対抗するとしたら大阪はやっぱりだいぶじゃないのと、東京もに負けてられるみたいなところがあるのかもしれないですね。M31033 祝令和スメラギヤサカ光さん朱印帳を就任した靖国神社行ったら2時間かかった。2時間そんなに、あ、令和って書くからか、この1日に元日にやりたかったなという、元日っていうのか元日は違うけどね。違うね、はい。平田ぼっこ51さん、昨日今日一連の行事中継見てましたが、日の丸があまり見えず寂しかったです、日本人大丈夫、これから和也さん和田さんの世代の、活躍に期待、おばちゃんも応援してます、ありがとうございます。トカチ村上牧場さんあるんですか。いや、トカチに村上牧場あるかもしれないです。はい、架空の名前なのか本当の名前なのかわからないですけど、はい、この名前からして本当にありそうですよ。本当にありそう。ありがとうございます、本当に。祝、はい、令和、学生時代よく深海、深海、これミスチルですよ。あ、ミスチルですか。はい、はい、なるほど。僕も大好き。はい、ミスターチェキ1026さん、上皇陛下に対する継承が不敬極まりないということですかね。はい、どういうことですかね。継承がつけてないのがあるってことですか。そうなんでしょうかね。なるほど。なんか天皇陛下は陛下ってちゃんとつけるのに、はい、あ、様とか。そうそう、皇后様、陛下になると、はい、皇后様とか。そう、確かに急になるでしょ。天皇陛下だけしかつけない。で、殿下、親王とか、皇太子殿下に対しても、は、皇太子様って言ったり、雅子様って言ったり、なんか、全然こう、統一感もないし、そうですね。ところが、武田恒康先生はずっとね、それはオール殿下計画。オール殿下だと。いうふうに。もうすべて最後に殿下を。はい、親王殿下とか。そうそうそう。内親王殿下とか。そうです。はい、皇太子殿下とか、はい。そういうふうにずっとね、言ってるんですけれども、なかなか広まらないという。はい、まあ、これも言い続けることが大事ですね。そうですね、これも本当に、